有機亜鉛化合物は炭素亜鉛結合を持つ有機化合物であり有機亜鉛化学においてその物理的性質合成法反応が研究される初めて作られたのは1849年のエドワード・フランクランドによるジエチル亜鉛でありこれは同時に金属炭素間のシグマ結合を有する最初の化合物でもあった有機亜鉛化合物の多くは 自然発火しやすいため、取り扱いが難しい。通常酸素に弱く、多くの溶媒に可用だが、プロトン性溶媒では分解する。大抵の反応に用いる場合には、形中で発生させ、単理せずにそのまま用いる。また、窒素やアルゴンなど、不活性ガスの不密機化で操作しなければならない。主に3つのグループ、オルガノアエンハライド RZNX。 ジオルガノアエン RZNR、リチウムジン系とマグネシウムジン系と MR3ZN に分類される。炭素アエン結合は、電気陰性度の差により、炭素側に分局している。ジオルガノアエンは常に単量体であるのに対して、オルガノアエンハライドは、ハロゲンの過橋によって、介合体として存在し、グリニャール主役と同様に、主連化平行を起こす。 いくつかの一般法が知られている。有機亜塩化合物は多くの反応において中間体となる。ありがとうございます。